スパムメールで学ぶ英文読解講座、これ request.sv 原型ですね。 feed この、ね、FID の部分が信じる。お前は一体何者なんだ。さあ、始まりましたもちゃチャンネル。さあ、今回はですね、スパムメールで学ぶ英文読解講座ということなんですけども、さてさて、ちょこちょこですね、迷惑メールって届くんですよね、いろんな国からね。で、大体英語がですね、むちゃくちゃなんですよ。なんだこの英語みたいなね、風になっているんですけど、なんとですね、ちゃんとした英語でメッセージ届きましたんで、じゃあ、皆さんにですね、これを使って英文読解やってもらおうかなと思います。はい、内容はこんな感じですね。ドンという形で、はい、こちらのですね、英文を使ってですね、読解やってみたいと思います。結構いい表現だったんで、見ようかなと思います。ちょっと見ただけで、あ、これネイティブの英語だってわかるので、なんで、あ、じゃあこれを読んでいこうと思いました。Greetings from Canada っていうのがね、これ題名だったんですけども、そちらをね、さてさて読んでいきたいと思います。Greetings ね、はい、挨拶で。My name is Felix. Felix. Felix Gum. こういうイメージですけど、はい、Felix っていう方なんですね。ちょっと古い名前じゃないかな、Felix って聞くとね。で、Our Chief Compliance Officer at one of Canada's foremost cryptocurrency exchange platforms. Chief Compliance Officer、お偉いさんなんですかね、Chief でいる。Compliance ですか、ルールね、従うやつじゃないですか、ほら、Comply with とかね、いうので知ってる方もいるとは思いますけど。で、One of 所有格複数名詞になってますね。One of Canada's、 はい、これが所有格になってて、ね、One of the 複数名詞、One of 所有格複数名詞ですから。で、まあ foremost だから、もう一番前にいる、だから主要なとかね、もう第一のすごいとこって言ってますね。もう素晴らしい。 cryptocurrency ですね、これがいわゆる仮想通貨のことになりますね。これも最近もうすごくよく見る単語。今度のね、トイック教材にはデジタルカレンシーっていう風に、あの教材作った人が書いてましたけど、そうですね、cryptocurrency ってよく言いますね。で、exchange platforms。プラットフォームっていうのがシステムのところってことですね。まあ日本語では最近プラットフォームって言いますもんね。ビットコインだったらビットコインをこうエクスチェンジ、でビットコインの取引する。そういったプラットフォームですね。そういったところのコンプライアンスオフィサーであると。で、まあ普通だったらですよ。これが詐欺メールじゃないんだったら言うし、会社の名前。なんで言わないカナダのクリプトカレンシーエクスチェンジプラットフォームズ、うちの一つのって言ってます。なんで？どこ？名前を出せ。で、This is a private and confidential message from me to you, and I request that it be treated as such. いいじゃないですか、これ。読解問題として使いますね。private、private じゃないですかね、発音ね。private and confidential、はい、confidential っていうのが秘密のですね。feed it、このね、FID の部分が信じるってやつですね。そう、他人を信じているから秘密を打ち明けられる。信じている人にしか言えない、それが秘密である。confident は自信だけど、confidential は秘密です。secret です。secret message。私からあなたへの secret メッセージだと言ってます。and I request that it be treated as such もいいですね。これ request.sv 原型ですね。だ it be っていう風に be になってますね。はい、原型になってます。で、treated as such、treat A as B ですね。はい。A を B として扱う。それの受け身、受動態になってますので、はい、このメッセージっていうのはもう秘密のものだから、as such、そのようにですね。そのように扱われることをお願いいたしますっていう風に言ってるわけですね。要求します。だから秘密にしておいてねって言ってるわけです。世界発信全然秘密にしてない。はい。そう、皆さんにもお伝えしちゃってるっていうね。もうこんな YouTube に載せちゃいました。秘密って言ったのに。プライベートでコンフィデンシャルって。ごめんなさい。はい。だって詐欺メールだもん。注意喚起です、皆さん。騙されないでください、こんなのね。で、I'm contacting you in respect of an urgent matter. かっこディール。ね。おー、in respect of, with respect to じゃない、普通は。なんとかに関してってやつね。in respect of, そんな聞かないの。in respect of。イギリス英語なんだ。辞書によると、British English だそうです。はい、in respect of は。そうなんだ。へぇ。まあ、with respect to はよく見るけどね。そうだったんですね。いいこと知りました。イギリス英語だったってこと知らなかった。で、urgent matter ですから、はい、もう緊急のことだっつってるわけで。で、deal で、ほら、deal ですよ。取引ですよ。で、regarding。はい、これめちゃめちゃ重要ですね。regarding ですね。なんとかに関してっていう前置ですね。concerning なんかもね、トイックよく出てきますし、あとは in regard to ね。with regard to も言うよね。こっちはね。こっちは in でも with でも両方言うな。
で、ネイティブによっては in regards to って S つける人も多いよね、結構ね。with regards to っていう人も結構多いですね。で、funds 資金 in excess of $9 million US。おお、すごいね。in excess of ですね。これを超えてっていう表現です。これもイディオムというかよく使う。$9 million US ですから、まあ9億円ぐらいですか ?900 万ドルだってアメリカの。で、which resulted from a liquidated BTC だからビットコインか。account belonging to a deceased account holder。ふーん。で、result from ですから、はい、そっから来るわけですね。これから出てる。liquidated だから現金化したんでしょうね。ビットコインを。そうだね。liquid って言って、溶かすだから。日本でも言うのかな、わかんない。ビットコインのやつ。あの、ビットコインを現金に変えることを溶かすって言うんですかね。わかんないです、それは。はい。液体化じゃないですか。liquid。ね。liquid にする。で、belonging to ですね。これに属している diseased なんで、diseased っていうのが死ぬことですね。cease これ辞めるとか、終わることを表すんですけど、diseased は死んでいるアカウントホルダーですから、はい、その口座持ってた人、ビットコインの口座持ってた人が死んじゃったと。それを現金化したこのお金ですね。まあ、9億円超えるお金の資金。じゃあ、お前はどうしたんだ、そのお金を。どうやって手に入れた ?I will let you in on my plan and why I chose to contact you in the first place after I have received your reply and gaining your trust. これもいい表現じゃない ?let you in ですね。これは、あの、仲間に入れるじゃなくて伝えるの方でしょ。出てくるかな辞書とか。オンのこのなんとかについてのオンだよね。これだ。let a person in. 秘密を打ち明ける。仲間に入れる。知らせる。やっぱり載ってますね。うんうん、秘密を教えよう。I'll let you in on a secret.こういうイディオム表現ですね。そう、let you in もともとこう仲間に入れるってとこから、それで、これについてっていうので、秘密とか、これを知らせてあげようってことですね。my plan と、私のプランと、why I chose to contact you in the first place。まず第一に、そもそもみたいなね。どうして、そもそも私がなんであなたを選んでるのかっていうのを教えてあげましょう。after I have received your reply、ね。あなたのリプライを受け取って、and gaining your trust。あなたの信頼を得たと。なるほどね。many thanks。よく使いますね。many thanks ね。ありがとう。I'm looking forward to your reply, Felix. 面白いけど、ダメですよ、引っかかっちゃう。look forward to ですね。はい、楽しみに待つ。で、後ろは名詞か動名詞ですね。はい、学べることたくさんありましたね。返信してみます？でも返信するんだったらステアカみたいなのがいいよね。使ってないアカウントでやった方がいいと思うんですよね。でもステアカなんかあるかな？返信してみて、なんかね、can you tell me more details? とかっていう風にもっと詳細教えてっていう風に言うのもありかな？ダメかな？思いましたけど、はい、引っかからないようにしてくださいね。注意関係ですよ、これは。あくまでみんながこういうものに引っかかってはいけないっていうのを示すためにですね、私はこれをわざわざ出しておりますので、絶対にこんなメールにね、引っかからないようにしてください。でも、今まではね、なのでメールを添削するとかっていうね、のをやってたのに対して、これはだいぶっていうかもう完全なネイティブが書いてるなって思ったので、読解の勉強になったんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこのフィリックスにはお気をつけください。フィリックス一体どこの会社で働いてるんだよ。なんで言ってくれないんだよ。なんであなたはこんなメッセージをしてきたんだよ。なんなんだ。教えてくれ、フィリックス。お前は一体何者なんだ。ということで、またね、じゃあもし送って帰ってくるようなことがあれば、続報として皆様にお届けしたいと思いますので、ぜひ期待してもらえればなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.